これより令和3年度総務省 NICT アントレプレナーズチャレンジ 2days 2日目起業家万博を開催いたします。NICT 情報通信研究機構では ICT 事業分野のスタートアップの支援に取り組んでいます。本日の起業家万博はその一環として開催するもので、全国各地の地区連携大会を勝ち抜いた ICT スタートアップ10社が今後の事業提携、資金調達、販路拡大などのビジネスマッチングにチャレンジすべく工夫を凝らした新規事業の発表を行います。本日は皆様から素晴らしいビジネスのアイデアが披露されると伺っており、私もとても楽しみにしております。 ICT によって新たな価値を創造するスタートアップが大きく成長できるよう引き続きしっかり応援してまいります。地域を代表する ICT スタートアップたちがお互いに刺激し合うことで高みを目指し、より良い未来社会の実現に貢献していくことが重要だと考えております。熱量の高いプレゼンテーションを期待しております。それではこれより起業家万博プレゼンテーションを行います。これまでにない血糖値のデータ分析からアスリートのメンタルコンディションを最適化するサービスを提供しております。リアルタイムに、定時的に血糖値がモニタリングできるこの CGM といった装置をアスリートのパッチ式センサーなんですけども、アスリートに貼ることによってですね、AI で、ビッグデータ解析することによって選手のパフォーマンスレベルを予測する AI プログラムを構築しました。自分のメンタルコンディションを見える化し、さらにそれが数値化されることで今のメンタルコンディションを知り、それをどういうふうになるかといったところを予測するといったサービスを、提供したいと考えております。どういったところに特許性が、ユニーク性があるのか、そのあたりを教えていただけますでしょうか。電気化学のセンサーを使うことによって、これもコストを下げ、さらに感度を高めるといったところに成功しておりますので、そういったセンサーの特許になります。人間の能力を最大化してくれるテクノロジーの使い方、この IoA ビジネスの可能性をぜひご評価していただければなと思っております。科学的なスポーツのコツを構築し、ウェアラブルデバイスを介してコツを体にインストールしていきます。振動で正しい動きが分かるデバイスと科学的なコツをインストールするアプリケーションです。能力を拡張し、誰でも運動ができるようになる世界の実現を目指します。意味のあるこうサジェッションというのが出せるんでしょうかという話と、今後このデバイスってこう どう進化していくイメージなのかなというのも合わせて教えていただけるとありがたいなと思っております。振動かなり強くなっておりまして、これ背中、知覚が弱い背中でも十分に知覚できるというところが検証している段階で分かっています。またあと個人最適化ということを実施して皆様に伝わるように研究開発を続けていくというところです。世界中の建物の配管がマッピングされたら、特に設備業界においての DX においては非常に大きな意義があるのではないかなと思っております。工場ビルとオーナーさんに対してトラブル発生前に対処するということで配管を提供するということと、我々みたいな業界の人間に対してさまざまな課題を解決するためにネットワークとしての設備系プラットフォームを提供する、この2つになります。このヘビ型のロボットが移動して曲がったり、あとカメラで中の映像を撮ったり、あとセンサーで図面を作成したりというようなことを行っております。どういう情報をもとにどういう図面ができるのかということを教えてください。ジャイロセンサーで、ロボットの向きを確認することで今どちらに向かっているかというのをまず取得します。配管入れたところからどれぐらいの移動距離があるか、それを組み合わせて、今どちらの方向どの位置にあるかというのを実際の図面として起こすと。創業者としてもものすごくスピード感を持って仮説検証が進んでいる非常に魅力的な経営者の方々だと思っています。我々アーチは建機レンタル品管理のすべてをデジタル化します。手間のかかる見積もり依頼には一括見積もりサービスを、電話やファックスでの発注には受発注サービスを、紙の帳票による管理には在庫管理サービスを提供します。現場管理業務の効率化を促進し、
若手や女性が働きやすい労働環境づくりに貢献できると考えています。ターゲットとなる層みたいのがもしあるのであるのか、それとも全体的にいけるものなのかだけ教えてください。やはりその大手になりますと、発注それから受注に関わるレンタル品の数量が多くなりますので、その分ペインが深いというようなことがありますので、大手をまずはターゲットとしております。日本初のウェブサービスがなかなかグローバルでは苦戦する中で、本来得意としていたものづくり産業での革命に期待しております。図面データをドロップインすると、今まで職人さんがすべて工具の選定や切削条件や加工パスというものを作っていたわけなんですが、それらをすべてコンピューターが代わって行ってくれると。 CAM のソフトウェアで76分かかる NC プログラムが、アルムコードですと3分で加工開始に至ることができ、時間コストでいうと 96% 削減をすることが可能になりました。エンタープライズ向けにしていくのか、それとも数をソフトウェアなので数を出すというところで中小向けにフォーカスするとなると、どちらになりますでしょうか。フォーカスは基本的には中小企業なんですが、大手企業さんに注目していただいているというのが現状です。オンライン化する世の中での配信のあり方というのをいろいろ考えてこられました。お笑いから届けるという非常に斬新なビジネス、皆さんお聞きいただければと思います。視聴者の笑いレスポンスを拾い上げて共有できるオンライン動画配信を実現させていきたいと思っております。笑い顔を、カメラで読み取ってどれぐらい笑ってるかというのを、数値化して、それに合わせて笑い声を挿入する。でそれを、ライブをご覧いただいている皆さんで、共有するというようなシステムになっております。わざわざカメラをオンにしてまで、この配信の、を見るのかっていうところですかね。プライバシーとかその辺のところってなんか配慮されてたりするんでしょうか。そのデータフィードバックの代わりに今 0.7 秒とか、そういった形でフィードバックができるような新しい広告、見れば見た人にお金が入るような広告っていうのも、もしかしたら実現可能なんではないかっていうふうに考えてもいます。なんでなかなかですね、宇宙系スタートアップがたくさん出てきているんですけども、課題が解決しないのかっていうのをですね、解決するべく、創業したのがこのニュースペースインテリジェンスです。お客様の目的、予算、頻度に合わせて多種多様な衛星データの中から最適な衛星データを選択し、複数の衛星データを統合、重ね合わせて利用することで高頻度化、低コスト化を実現化し、目的に応じた適切な解析を行って利用しやすい環境でスタイルデータをお客様に提供いたします。一番このサービスを必要としているお客様っていうのはどういったところになるんでしょうか。例えばその電力会社の方であったり、あとはインフラ監視業界に関わる方といったら保険会社の方であったり、あと投資でインフラ関係されている方も含めて、そういう方たちが私たちのお客様になると思っております。6500億の市場があるんですけれども、そこ DX していくような会社になっております。でマーケットもすごく魅力的かなというふうに思っております。エンドユーザーが誰かに何を修理してほしいといったときに、屋根の方を通じて工事店を検索します。で工事店が見つかった工事店に対して、工事店が相談をし、工事店が現地調査をし、見積もり提出をし、工事をします。うちは工事依頼した後に工事店とエンドユーザーが意図についても確認し、何か問題があればエンドユーザーの満足度が高い方向に促すということをやっています。どんな連絡手段が多いのかと、これ直接もうダイレクトに屋根職人さんに連絡がいく形なんでしょうか。問い合わせがあってからダイレクトに工事店さんの方にメールで行く形になります。うちの方から1本この職人さんの方に電話して、今問い合わせがありましたので確認していただけますかという形でお伝えしています。そうすることでクイックな対応というのを実現できるようにしています。生産現場を改善するとか DX とかマーケットプレスとかもいろいろあると思うんですけども、宮市さん全く異なるアプローチで、取り組んでます。植物の使用量をカメラで撮影し、仮に10分後に水を与えないと美味しいトマトにならないよという判断を AI が行い、制御盤を動かします。匠の農家さんの水やりを自動化するという仕組みを開発しました。農業生産の効率化、栽培技術の高度化、農業データプラットフォームの実現で農業界の活性化に貢献していきます。
まあ、トマトだったらトマトを作るっていうところって農業科学っていうか農業技術だと思うんです。そこは御社はそれなりに人材がいらっしゃるっていう理解でよろしいんでしょうか。肥料や水やりのタイミングとか、じゃあ仮にこれはハウスで作りますけども、ハウス その環境のコントロールっていうところ そのノウハウが私たちは今持っているという自負があります。何らかの理由があって市場に流通しにくい未利用魚と呼ばれる魚に着目し、この未利用魚を調理全国に宅配するサブスクリプションサービスフィシュルをスタートしました。未利用魚を有効活用してですね、誰でも簡単にご家庭でお魚を楽しんでいただける魚のサブスクリプションサービスフィシュルを始めました。解凍後を乗せるだけ、焼くだけ、茹でるだけで誰でも簡単にですね、このような美味しいお魚料理をご家庭で再現していただきます。他社のサービスと比べて、まあ、優位性というか、その辺ちょっと教えてください。まあ、三沢基地に非常に近いところで加工しておりますので、まあ、抜群の状態でですね、鮮度感で商品をお届けすることがまず可能です。これより令和2年度総務大臣賞受賞者とその担当 ICT メンターとのトークセッションを開始します。数ヶ月のメンタリングで、得られたものって何だったのかな。どうしよう、何もなかった。課題の、まあ、問いかけですね。武藤さん、何の課題解決してるんですか、うん、っていうのを、まあ、今野さんからめちゃくちゃ結構ストレートにぐさっとですね、はい、言ってできまして、はい、企業家の皆さんって多分、まあ、継ぎ足しでなんかプラン作るのと、うん、おそらくね、うん、であとこう狭いところに入っていくと、そのソリューションの方ばっかり、それこそその、うん、ソリューションの方ばっかり言っちゃうんです、うん、問いをしっかり立てなさい、そこに素直に答えを出しなさいみたいなことをずっと何回も何回も言ってたけど、今のその問いっていうのがすごく刺さりまして、経営的においてもですね、まあ、事業戦略においても、うん、はい、なんかすごく影響があったというか、その期間で、はい、改めて俺らって何やってんだろうね、うん、それではここから審査員特別賞および総務大臣賞の発表をさせていただきます。審査員特別賞を受賞された発表者は株式会社光栄ドリームワークス様です。おめでとうございます。ありがとうございます。まさか賞がもらえるとは思っていませんでした。ロボットのサービスをどんどん広げていっていきたいなと思っています。続きまして、起業家万博最優秀賞であります総務大臣賞の発表です。総務大臣賞を受賞された発表者は ARM 株式会社様です。おめでとうございます。非常な光栄な賞をいただきまして、どうもありがとうございます。非常に嬉しいです。今後は海外にしっかり展開していきたいと思っております。なお、総務大臣賞を受賞したARM株式会社様のメンタリングを担当されました田中伸也 ICT メンターには最優秀 ICT メンター賞が授与されます。おめでとうございます。日本にすごく必要な産業だと思いますので、これからも応援していければと思っております。おめでとうございます。今年もですね、昨年に引き続き非常に皆さん、粒揃いの質の高いスタートアップの方々だったと思います。各地方で、非常に特徴のある事業モデルだったなと、非常にこれは国の発展につながるいい流れだなと考えている次第でございます。